カナを表現するときに曲の中で1番の時も2番の時も3番の時も4番の時も毎回これしなきゃいけないわけではない。自分がその花になればいい。アロハン、ウェルカムトゥフラミ。今日の内容は皆さんがもしかしたらそこまで細かく考えてないところなんですけど、より細かく考えて表現すればよりネイティブっぽい、より本物のハワイのフラに近づけるから、ぜひ一緒に練習していきましょう。 Now, what is it? What is it? お花、お花を教えたいと思います。お花。 No, not family. 家族ではなくて Flower。 はい、お花と思ったでしょ。はい、花、花は Flower ですね。じゃあ、Flower、 まずその役割が何なのか理解すると大切だと思う。曲の中にだいたい主役っぽいポジションなんだよね。花がその人のことを象徴する。愛する人、愛するもの、大切にしている気持ち、思い出を花に例えることが多いので、じゃあだったら主役っぽいメインのイメージだったら、その花を大切により細かく意識して見せてあげたいじゃん。だって帰った人がわざわざあの花を選ばれてるわけじゃん。どういう花なのか、香りのある花なのか、小さめな花なのか、高いところに咲く花なのか、低いところで咲く花なのか、それの全てが意味があってのその花を選ばれてるわけなので、私たちがその気持ちをここに寄せて伝えなきゃいけない責任なので、じゃあだったらただただこれだけで終わりと考えないでほしい。はい、花はこれでしょ。あ、花これですだけではなく、細かいところまでにちょっと一回考えてみましょう。じゃあ作った時に花を作ります。よくこういうことがあります。今これの良くない点は何でしょう。正面から見るとあんまりわからないんだよね、形。何をやっているのか、向きをこういうふうに意識するだけでより見やすいんだよね。フラを踊るときは伝えなきゃいけない、表現して届けたときにフラ会話になってるから、向こうから見やすい状態をしてあげるのが私たちの仕事の一つ。え、だったらこうして花を見て笑って気持ちよく踊ってるけど、自分にしか見てないじゃん、その花が。向こうに見せましょう。向こうに見せるためには上の向きをしっかりと真上、まっすぐに意識すること、それがここの手首の動きも必要になってくるから、そこを意識してちゃんと途中で終わらないで最後までに面倒を見て終わらせること。もう一つのアドバイスは、できる限り指を長く見せましょう。ここよりもこう、これなのかこう、ちょっとした違いなんだけど、踊ってる時にこう見せるかこう見せるか、ちょっとだけの違いなんだよね。はっきり伝わってるか、あ、なんとなくわかるかっていう違いになってくる。 OK? 本当に細かい。え、そこまで考えるの？そこまで考えるの？なんでハワイのみんなが、ハワイのみんなの踊りが、あ、なんであんな、あんなになるのって、なんであんなに気持ちいいの、なんであんなに届くの、こういうところまでに考えてるからだよね。一つ一つの言葉を表現するために歌詞がある、振り付けがあるならば大切に預かろう。 OK? そう、もう一回復習すると、向き、できる限り長く見せる。じゃあ花の見せ方、すべての花、どの花でもこれになりますというわけではない。さまざまな形がある、いろんな花の形がある。この前ハワイに帰った時にいっぱい写真撮ったから、のいろんなこと、いろんな花の種類を見せますね。の香りのある花、形がちょっと変わってる花、もう豆にしか見えないお花、あ、もういろんな形、いろんなものがある。小さめな花、なんで描いた人がそれを選んでいるのか、まず知るべき。勉強して、あの人の香りが好きだったからならば、花を表現するときに曲の中でクワケニケニという花がメイン主役になってます。1番の時も2番の時も3番の時も4番の時もプワケニケニはいます。毎回これしなきゃいけないわけではない。その周りの意味
前の行、次の行、その文章のつながりを見て、あ、ここはその美しさを見せてる。だったらまるで自分がその花になればいい。自分の顔を使ってその花を見せる。例えば Bird of Paradise だったら手で表すのが難しいから、だったら髪の毛に飾られた後に見せることがよくある。ここに Bird of Paradise のその美しさを表す。それと同時に多分美しさも話してるから、自分もその美しさを見せればいい。 OK? 高い位置の花、高い位置の花が立派な花、珍しい花、取りにくい花、一人しかいないっていう時の表現の仕方がよくあるんだよね。だったらそれをただただ高さ、ただただ偉いの上に立たせてるような振りでもいいと思う。花の名前は言ってるけど、香りの場合だとその人にしかない香り、ピカケを言ってる、プアケニケニを言ってるけど、これしかやってないです。それでもいいと思う。ケイソ、花の名前を言ってる。だからって毎回この花だけになる必要がない。低いところに咲いてる花だったらここだけでもいいです。ケイソ、例えばワイカフリ、ワイカフリというのはすごく広い土地に、牧場のようなある場所に小さめな花がいっぱい咲いてる。だったらこの状態というよりも、全部波のような風に触れてるあの美しさを目の前に見てるように思って見せるのもいい。 OK? そう、本当に自然を見て真似する大切さがあるんだよね。だから私たちがとりあえずその話を伝えるのが大切だから、花は好きなように作ればいいだけではなく、どういうお花、どういう人、どういう香り、どういうつもりで描いた人が選んだのかによって、こう見せるか、こう見せるか、また豆のような形のものもあるならば、こういう見せ方がよくあるんです。ハワイだとこういうふうに丸く見せることはたまにある、たまにあるけど、これにちょっと近いじゃない。ここにするのが豆の場合だと大体こういう見せ方もする。ものを見て、歌詞を見て、描いた人の気持ちに近づく働きを忘れずに、それぞれの花の形、香り、特徴的な部分をどう表現するのかよく考えてから次を踊ってください。